申し遅れました。私は九条みゆきと申します。今後お見知りおきを。目が覚めましたか？ああ。ずっと目覚めなければよかったのに。あのさ、前から聞きたかったんだけど、なんでいつもそこに立って俺が目を覚ますのを見てるんだ？あの、九条さん？あなたの問いに答えなければならない決まりがあるのでしょうか？いや、ないけど。じっと見ているのが仕事です。昔の CM みたいに言っても俺から白い液体は滴り落ちねえよ。それはセクハラですか？違うよ。では今まで通りということでよろしいですね？ああ。外に出ていますのでさっさと着替えてください。なんだよ。目が覚めましたか？ああ。ずっと目覚めなければよかったのに。